はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしてお疲れ様です。桜山里のチャンネル、今日もけん玉動画アップしていこうと思います。今日レクチャーするのは何やったっけ、ゴースト灯台ゴースト灯台ですというわけでゴースト灯台を僕以上にうまく説明してくださるのがこの方。どうも森進です。どうも森進でございます、はい、よろしくお願いします。何を隠そう、我々はコスモポリタンというチームで一緒に活動しておりまして、リーダーでございます。リーダーです。はい、ゴースト灯台をちょっとレクチャーしてもらおうと思っております。お願いします。お願いします。軽々ですね。じゃあ森進先生、はい、教えてもらってもいいですか。ポイントはですね、はい、この優しさですよね。そこが結構難しかったりしません？そう、ここがポイントです。難しいんですけど、うん、まず剣だけ、うん、まあ、もう左手で持った状態でふわっとこう今回りすぎたら、回りすぎるというか、フリップしちゃうんですよね。もうそっとちょっとだから、うん、こういうこう選ぶ感じでこう投げてあげると、それこそ膝使ってる、しっかり。そう、結構膝を使ってしっかりとこう、あ、これ今回りすぎやね。手前までいかんぐらいで、あ、今のぐらいやな。そうそうそう、でこれぐらい握るっていうよりも、うん、ちょっとこうぼんやり持つというかぼんやり持ちね、ギュッじゃない、うん、ギュッと持たず、ぼんやり持つ、ソフトに、ほんまにもういつでもこう落とせるようぐらいの、そう、優しく持ってあげる、うんうんうん、で優しくリリースしてあげる、たら実はあの回転こうかからずに、そう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 、そのままの位置でとどまってくれると。はい、で一応ね、こうモリシンは振りからね、この振り剣の要素を入れてやったけど、これは僕がやりやすいからです。あの、うん、今僕こう言ったんですけど、うんうん、これって僕がやりやすいのはこうリズムでこう言った後、こう振り剣の時にこう引っ張るじゃないですか、うん、このここ右手を引っ張る動作ね、引っ張ってここに来るから、その勢いでこう行きやすいっていう、こういう、あ、こういうのも流れを作りやすいと、引いてそのまま上に、そう、こうシュンシュンってこの流れがいいから、あ、でこれを、まあ、別に、うん、だからこのまっすぐ上げて止め剣状態から、こうでもいいんです。僕はこっちがちょっとやりにくいんです。でもそっちの方がなんか難しそうやね。これはあの人によってやりやすい方やりにくい方あると思います。うんうん、はい、じゃあ止め剣の方法でもいいねんな、別に止め剣の方でも同じ技です、うんうん、じゃあこれはトライしてみてかな。そうね、自分に合った方でどっちがやりやすいかは判断してもらって、はい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 、なるほど。もう一つポイント、はい、もう一つポイントがあります。もう一つポイント、はい、剣を離すタイミングなんですけど、うん、弾がここに来てから、ここに来てからこう待つ、弾が来るのを待つ、待たなければならない。剣投げた、あ、もうすぐってやると、うん、無理無理、あの落ち着いて球が来る、あ、ほんまや、だいぶ待ってるね。ここを入れ替えるくらいの感じで、そうよね、だって投げて、うんうんうん、もう投げてここの右手がで振ってここに来るまで待ってるわ。そうで、ここでちょっとそっとしてあげるだけで綺麗に乗ります。なるほど、その待ちがないと、これ結構大事、この待ち、はぁ、ちょっと遅いんじゃないかなくらいの。じゃあジャグリングでさ、あったやん、もう慌ててこう上げた瞬間に上げるとかじゃなくて、あ、そうそう、ジャグも結構こうここ行きがちやけども、それもジャグもこうしっかり待ってるとっていうこのね、あの人と一緒です。実はけん玉は待ちが大事なの。待ちが焦っちゃうんです。ここら辺で投げちゃうとこういうことなのかな。そうそうそう、焦るとダメ、結構ここまで来て待って、待ってますね。というわけで、ゴースト灯台のポイントは待つことです。はい、ね、これじゃあちょっと難しいゴーストやってもらおうかな。ジャグとか入れた、あ、ジャグゴーストね、うん、はい、じゃあちょっと見てもらいましょう。見事ですね素晴らしい。今のもだからジャグリングをした後に、ジャグリングをした後にここでスワッっていう、ここもだからここはもう膝使ってないね。そうですね、ジャグリングをした後スッ
ていく。あ、ちょっと伸びてるね。ちょっと伸びるね。伸びるイメージで。でもここもだから上にやりすぎとフリップしちゃうから、じゃなくて上に。これはだから伸びて。手元で上げるっていうよりも体全体でそーってこう上げるイメージ。あ、どっちもだから振り剣の時もそうやけど、膝使うというよりもだから体全体で剣を押し上げてる感じや、こうふわっと。そう。回しすぎないために体ごとこういっちゃうみたいな。手元でやっちゃうと多分ねフリップになっちゃうんですよ。そう。力入るので。こうなんとかしようと思うとそうなっちゃうから。はあ、体が重要だよ。そう。で、言い忘れた、うん。もう一個ポイントがあって、投げる時にできれば向こう向いてるぐらいが。またキャッチしやすいです。どういうこと、どういうこと？剣の剣先が、剣先が向こうに向いてるくらいの方が、あの、東大でこう、こう持っていける、うん。これがちょっと回しすぎてたら、うん、こう取らないといけない。そうか。そしたら回転しすぎるんや。こうちゃうから。なるほど。だからちょっと、だから言うたら、ここから、こんだけもちょっとしか傾けんでいいぐらいの。はい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 。それを、ちょっとすくいに行くみたいな。でここら辺でリリースしてしまうとここら辺になるから、そう危ない位置に来ちゃうから、あのバランスを取りにくい。なるほど。じゃあ皆さん分かりましたか。ここら辺もほんまもう気持ちもうだからこのままの状態ね、このままの状態ぐらいでふわっと上に浮かす。多分自然と、俺もそうやねんけど、自然と内側に返してしまうのよ。そう、けん玉やってると、ここを東大にしなきゃ、この形にしなきゃみたいな思っちゃうんですけど、じゃなくてもう勝手にも本当に剣玉の剣の多分もう重力とかいろんなものを加味してここから上げていきましょう。ここから体を使って、はい、これいい感じで、これねこうやってな、まっすぐね、こうね、この感じで上げていきましょう。というわけで今のはゴースト月面、はい、これはかなり難易度上がりますか。これは難易度上がりますですよね。ぶっちゃけまたね感覚が違うんですよ、うんうん、このなんてどう、さっきと比べてちょっと長めに持ってるイメージが結構こう、なんかあここまで来てるね。結構持ってる。確かにさっきリリースはここでいいって言ったけど、今度月面の場合結構縦まで行ってるね。じゃないとまあ こっちに大皿返ってこへんもんね。そうで、これ早めに話しすぎちゃうと、うん、すごい回っちゃったり一回転しちゃうと。これもだからほんまにここでここら辺でやるとちょうど真上行くし、上ら辺で行くとちょうど月面ぐらいで帰ってくるという。そう、これも絶妙、もう感覚を覚えるしかないかな。最初じゃあこのもしかしたら剣の練習だけど、剣の練習ね。これも東大と一緒で剣の練習、こうジャグリングの時にきっとこう球をこうやってね左手に持ったりして、はい、こうやってフリップ練習したと思いますけど、その感じでこの練習もいいかもしれないですね。この練習大事です。なんとなくここに、おそらくここに来るだろうみたいな。なるほど、これが大事です。ゴースト逆落としです。まあ、こんな技もあるよぐらいで持ち方がね、ちょっと特殊でしたけども、まあでも大体ゴースト灯台の方が多いよねの方がね、まあ、まあこれも渋い技なんですけど、うん、結局何が難しいって、この今度は穴の位置を調整しないといけない。これは難しい。これは難しい。穴をこの上に向けないといけない。刺さらない。上級者向けです。そう。基本がこれに関してはもう今のは持ち亀持ちでやったんですけど、このまま離すっていう。そうやね。ただこいつの調整が難しいっていうだけやね。そう。なのでまあまあまあ上級者向けということで。上級者向けで。仕上げたりとか。うん。ゴーストファーストハンド、うん、ゴーストファーストハンド、見事ダサいポーズも決まりました。いかがでしたか皆さん。森進ね、やっぱりゴーストが上手ということで2回2ゴースト入れてましたね。2ゴースト。なので皆さんね、ちょっとやっぱり最初はとりあえず振り剣もしくはこの止め剣のポジションでもいいんで、剣のとにかく剣の角度を気をつけて練習してみてください。森進、他に何か言い忘れたことございませんか。ないない。じゃあエンディングです。はい。黒光りしてるね今日も。ねえ、すっごいこっち光ってる。いや俺もすっごいピカピカ。屋外でやる際は人に当たらないように気をつけつつ、はい、
剣玉楽しんでいきましょう。もちろん屋内もね、ガラスとかに当たらないようにね、割らないように、割れないように。僕一回割ったんで、ガラステーブル。ほんまや、粉粉になったわ。最悪ですね。僕もあの隣人に注意しながらやってるつもりが天中殺でボコーンって音になったことあるから気をつけて、周りに気をつけて、剣玉しましょう。はい、というわけで今日はゴースト灯台を森新先生にレクチャーしていただきました。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんまたご覧ください。